これでちょっと角度合わせなが、え、動画回ってるやん、誰回してんの勝手に。というわけで今回始まりましたけれども、どうもミリオネアのウィリーです。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今回皆さんにご紹介したいものというか、もう結構画期的な使い方を見つけた。マジで実はモニターあるんですよ。でね、こんな感じで僕映ってるんですよ今ね。でこれね、実は今回皆さんに紹介したいのが PGY テックから出てるマンティスポ Z。 名前がタウリン何ミリグラム配合リポビタンデーみたいな感じになってるんですけれども、そうなんです、今回皆さんに紹介したいのが、確か先月ぐらいに紹介したのが PGY テックのマンティスポット 2.0 ってやつなんですよ。あれはね、まあ、自撮りとかでも役に立つしみたいな感じで紹介してきたんですが、またお前ミニ三脚かいって思ったかもしれないですけど、お前ミニ三脚の申し子かって思った方もいると思うんですけれども、今回紹介したいのがちょっと僕の中で新しい使い方の用途を見つけちゃいましたっていうところで、これ結構欲しくなる人多いんじゃないかなと思って、今回ねこのマンティスポット Z のねちょっとええ感じの使い方皆さんに紹介していきたいので、ぜひ最後までご覧いただいてですね、ちょっとマンティスポット 2.0 も用意してますので、ちょっとそれのね使い分け、住み分けでカメラバッグに入る、そして簡単に持ち運びできてモニターも使って的確に撮影できるっていう方法を見つけたので、今回これチェックしてください。というわけで最後まで行ってみましょう。僕の動画を見てくれてる方からしたら、まず第一思ったことあるかもしれないですね。 PGY テックの話なのにいつもいる哲郎さんがいないと。まあそうなんです、今回てっちゃんお休みです。お休みというかなんですけれども、僕がもう撮影が入りすぎててですね、スケジュールを合わせることができないので、今月彼はお休みでございます。ついにレギュラーから外れてですね、今頃家でしくしく泣いている頃でしょうけれども、まあそれはねほっといて、で今回はこの PGY テックマンティスポット Z をね紹介していきます。で先月紹介したマンティスポット 2.0 ちょっと持ってきますね。まあこれね詳しい動画出してるんで、これについてはまた見てもらったら嬉しいんですが、こんな感じですね。マンティスポット 2.0 ここにこんな感じで置いてますね。ソニー α7S3 に 2470GM2 が載ってるんですよ。で 70mm 側まで伸ばしてもなぜかこれね立ったままっていう、強度と耐荷重謎の最強ミニ三脚があるんですけれども、まあこれとね僕最近この PGY テックマンティスポット Z を送ってもらってですね、さあどういう風に使っていこうか、だって別に Vlog で撮る分にはこれで十分やし、普通にカメラ置く分にはこれで十分やないかっていうところで結構悩んだんですよ。実はまあ単純にマンティスポット 2.0 とかと何が違うかって言ったら、こんな感じでですね、実は今わかるかな、ほらめっちゃ伸びるんですよ。これね最長54センチまでいける、めっちゃ長いね、まあミニ三脚になるんですよ。なので本来アクションカムとかでね、こういう風にちょっと折り曲げながら使ってあげるっていうことができるんですね。でこれ立てることももちろんできますと。はい、こんな感じで実はね高さ変えれるんですよ。これ結構ね僕の今目線ぐらいになってるでしょ、このね目線ぐらいまでね高さをねこうやって変えることもできます。なんやったらもっとね54センチなんで高くすることができるんですけど、これまあこのさすがにねフルサイズのミラーレス乗せるのはちょっとねまあ心もとないというかすげえ危ないので、今ね僕ドラマ MV の撮影をずっとやってるんですけど、その時にちょっとふと気づいたんですよ。これいわゆる現場とかでねめちゃくちゃ予算ある現場じゃないところもあるじゃないですか。ってなってきたら、いわゆるクライアントモニターって言われる、ちゃんと被写体の方がどういう風に映ったかチェックするようなちょっとテレビみたいなモニターあるんですけど、そんな用意できないよっていう現場とかも、ワンオペとかねちょっと少人数制とかってあると思うんですよ。ってなってきた時に、このね僕今ホーリーランドのマーズ M1 エンハンストっていうねモニター使ってるんですけど、普段愛用してるんですけど、これをね使ってんすよね普段の撮影で。でやっぱモニターがあると視認性いいみたいなのが、多分ねこれが出る前にちょうどこのねレビュー出てるんで、まあそっちそれに関しては見てほしいんですけど、まあ例えば撮影の現場の監督とかも共有して見れるように HDMI ケーブルでちょっと伸ばしてここに置いとくっていうことが、こんな感じでちょっと高さつけて置いとけることができるんですよ。これめっちゃ便利じゃないですか。でこれなんやったらこのモニターとかがもう
う一個あれば伝送させることができるので、このモニターとこの三脚で渡しといて、臨機応変にその場その場でね、高さ合わせながら、まあ、監督なりプロデューサーなり撮影者以外の権限持ってる人に対して、これをこんな感じで撮れてますっていうのを見せていくことができるし、なんやったらモデル撮影とか、まあ、ワンオペとかでやってる方もこのモニターをこの三脚に立てて、まあ、このモニターに限らずなんですけど、モニターとかを三脚に立てて、まあ、軽くね置いとくだけで被写体用にこの感じでセッティングするってことができるんですよ。これに気づいたんですよ最近。これがめっちゃ便利やって、で実際に今ちょっと現場の様子見てもらってるんですけど、こんな感じで僕も撮影してて、で三脚に立ててる状態からさらにこの三脚の方に引っ張ってきて、で他のスタッフと一緒に見ながら何か撮影を進めるっていうことができるようになりました。でこれね、マンティスポット 2.0 でもいいんじゃねって思う方もいると思うんですけど、このマンティスポット 2.0 に関しては高さがこのね、ええ感じにならないんですよ。今ちょうど僕机座っててソファ座ってますよね。でこのちょうど座ってて僕の目線ぐらいになってますよね。この目線ぐらいにはなかなかねできないんですよね、モニターをちょうどええ感じにできないんですよ。だから高さもある程度調節できて、で言っても 400g ぐらいですねこのモニターが。でそれに対してちょっとバッテリーついてますよね、軽めのバッテリーついてるから、まあ 500g いくかいかないかぐらいと思うんですけど、そのモニターをこんな感じでね、このマンティスポット Z に置いてですね、実際にこうやって僕も今これ撮影中なんで、これ今僕映ってます、この FX3 の映像が。でこれで使っていったらめちゃくちゃ有意義に撮影進められんじゃねっていうところに気づきました。拍手。この使い方は多分 PGYTECH JAPAN も気づいてなかったやり方になるので、ぜひこのやり方はね、PGYTECH さんも学んでいただきたいと思います。でこれね本当に便利なのが、まあ今もう見てもらったら分かると思うんですけど、バランス感覚エグいんですよ。思ってるよりも乗りますね。この感じでちゃんとね三脚に立ってる状態で、まあ腰足、まあ、足か腰か分からんけど、これ曲げてる状態ででもちゃんとこのモニター支えてる状態ですね。なのでこれすっげー今見やすいんですよ。まあ僕完全にカンニングしてる状態みたいになってるけど、この感じで YouTube やと、これなんか今変な感じするかもしれへんけど、実際撮影の現場で僕が被写体、あなたカメラマンがそちら側にいると想定した時に、これめっちゃ便利じゃないですか。インタビュー撮影であったりとかでもかなり役立ちますよね。実際例えばちょっとモデルさんとかやったら、ちょっと髪の毛直して、撮影前に髪の毛前髪大丈夫かなチェックして直してみたいなのもできるようになるっていうところ。今価格が Amazon で6600円で売ってるんですよ。6600円ですよこれ。こっちは1万とか行くか行かないかぐらいなんですけど、なぜかこっちの方が安いっていう、なんかめっちゃ安いっていう感じになってるので、概要欄にねリンク載してるのでぜひねチェックしていただきたいんですが、あのこのねマンティスポット Z とこのマンティスポット 2.0 を組み合わせればですね、卓上である程度の撮影が完了するんじゃないかっていうところを発見しました。でなのでこのセットやったらカメラバッグに入れても、さっきも言ったけど、あのかさばらないんですよ。だからこの2本持っておいて、例えばやけどモニター用のミニ三脚、こっちはやっぱこのね伸縮性はないんですよ。この伸縮性はないけど、今2470の GM2 でフルサイズのソニー α7S3 が乗ってるんですよ。1キロはまあ超えてるでしょ全然っていうぐらいのやつを平気で支えとるんで、でこれさっきも言ったけど70側までこうやっての伸ばしてもこんな感じで全然問題ナッシングみたいな感じで、まあ使えるので、例えばやけどこれからのシーズンね、キャンプとか、まあそれこそ何バーベキューであったりとか、ちょっと遅いかバーベキュー分からんけど、まあこれからね夏休みが始まるじゃないですか。でいろんなとこ行ったりして皆さんでレジャーを楽しんだりとか、まあそういうのすると思うんですけど、この2個持って行っといたらめっちゃ便利だと思います。で実際まだ今僕三脚に立ててこれ撮影してるんですよ。普通の三脚ね、トラベル三脚、トラベル三脚といえども場所によっては正味トラベル三脚も立てんの結構むずい時あるんですよ。なあそれどういう時かって言ったら、例えばけど幅狭い場所とかね、狭い部屋とかになってくるとすげえねやっぱ立てにくいんですよ三脚自体も。たとえトラベル三脚のちっちゃいものであったりとか、それこそザハトラとかのごっつい三脚も僕持ってるんですけど、そんなもう言語道断みたいな場所もあるんで、ってなってきた時に耐久性こんな感じで全然耐えてくれるこのマンティスポット 2.0 とこのモニター用で確認しながら撮影するこのマンティスポット Z、 これ揃えると結構無敵になるんじゃないかなって思って、今ちょっと
うっとりしてる人いるでしょ。もうこの使い方完璧やないかってなってる人いると思うんで、ぜひこの使い方ちょっと真似してほしい。んで YouTube とか、まあ、公式のに調べたらそれアクションカムとか載せれるよとか54センチ伸びるよとかめっちゃ出てきます。で皆さんもその使い方自体はもう分かったって思ってる方もいると思うんですよ。アクションカメラ俺使ってないから縁ないわって思ってた方いると思います。僕もそうです。アクションカメラ僕使わないんで基本的に。なのでそういった方からしてもちょっと変わり種のやり方でこういう風にモニターをつけてあげるってことができますね。でモニターからねこの僕の場合はこのコールドシューみたいなのをつけてね間にかましてあげて、でこれ差し込んであげたら全然、しかもねこれロックみたいなのできるからこれもね安心なんですよ。落ちないんですよ。結構固めに作られてるからここもすげえいいなっていうところで、でプラスねこれです。また引っ掛けあります。引っ掛けあるんでこの感じでテレビとかなんか棚とかねその辺に壁にかけてあげるっていうこともできるので、壁にかけてモニターでチェックしながら撮影するとかっていうこともできるようになります。もちろんこのマンティスポット 2.0 にもこの引っ掛けついてますので、この引っ掛けとかを使いながら、でしかも卓上で簡単に撮影を終えられるっていうのはめちゃくちゃ便利だと思います。広角レンズ今 20mm の F1.8G 使ってるんですけどとかやったらこの今の画角よりは多少アップになるけどすげー手軽に使えるなって思います。正直僕も YouTube めちゃくちゃ毎日撮影してるんですけど、あの、ね、三脚立ててとかって結構やっぱね、まあ、大変というかちょっと面倒いんですよ。準備するの面倒いからちょっと手軽にやっぱ撮りたい時とかっていうようにこういうのがあるとすげえ便利です。ライフスタイルに寄り添ってくれるミニ三脚っていうので、僕は結構ね PGYTECH のこのシリーズいいなと思ってこの使い方でやっていこうと思いました。さあやっぱりねこのね FX3 のちっちゃいモニターで見れんねんけどでもちっちゃいモニターで見てもそのあーみたいな、なんか髪の毛の後ろの羽とかわかんないんですよ。でもこっちのモニターで見たらどれぐらい跳ねてるかとかもわかるから、あここ直さないととかっていうのもわかるんですよ。なのでできる限り大きいモニターでね見してあげたいと思うので、そういったようにこのねこの伸縮性でまた高さも出るようなね、こういった54センチ伸びるこの三脚ぜひ皆さんにも導入していただいて撮影とかのねクオリティ爆上げしていってほしいなと思います。でモニターの重要性に関してはちょっとこの前の動画まあ多分出てると思うんですけど、そっちで上げてるんでそちら見ていただいたら嬉しいんですけれども、僕が今回このとにかく一点押し、この使い方さえすれば結構現場でも役立つっていうことが判明したので、ぜひこの使い方でマンティスポット Z 皆さんに使っていただきたいと思います。僕ね今日実はこの後もドラマ撮影なんですけど、これ持っていきます。持っていってまたねこれ使ってまあちょっと皆さんにこう映像見せながらとかっていうのをやっていこうと思いますので、ぜひぜひあのこれあーなるほどって思った方高評価、そしてコメントでこの使い方ありやななど何か教えていただけたら嬉しいと思います。というわけでミリオネームで映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけども、今目指せ10万人ということでめっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなと思う方高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。